カちゃん、どうしたの？夏希お姉様の低層の危機だったのです。低層、それはどうも。無礼者！このお方をどなたと心得る？この学園のアイドル、魅惑の男装の霊人、全女性の憧れの的、ザ・クールビューティー橘夏樹様なのよ。学内最優秀の再演にして、天才的な美貌を誇る至高の存在、そのお姿を一目見るだけで気を失いかける女子生徒は星の数のごとし。お声をかけていただけるのなら、一週間の絶食も全く苦にならないという女の子は浜の雅子の数、空前絶後たる演劇部の輝ける星。むさい男どもで溢れかえる現実に絶望した心優しい乙女たちの最後のパラダイス、それがこの夏希様なのよ。安心するところが違う！去年のバレンタインは伝説的だったわ。そのお姿を、そのお声をお聞きできる、その想像だけで失神した女の子約18人、そんなこともあろうかと、中等部の頃、私の計画したバレンタイン夏希様リサイタル、さあそれはまさに女の子たちの阿鼻叫喚。
星の彼方の思考の存在に、ここを宿命づけられし美の化身に、その汚れた獣の手で触れようとするなぞ。ストップ。行きましょう。いつもパンかじってるけど、お弁当は？じゃあまた食べてるの？一日にそんなに何回も食べるの？食費がすごいでしょう。太っちゃうじゃない。それは私のこと？それとも自分のこと？もう。今だいたい。なんで金網に登ってるの？時計持ってます。もう信じられない。落ちたらどうするの？そうですね、じゃなくて、そういうことを考えないの？
目の前で幼馴染が屋上から落ちていくなんてショッキングなシーンを見せられるのは嫌です。あと10分ぐらい。これ？いいよ。いいでしょう。いくらだと思う？はずれ。1980円。本当の懐中時計はね、こんなスケスケに向こう側が見えるなんてことはないんだって。もっと歯車とかがぎっしりで、これは安物の時計の文字盤を外しただけなんだって。同じこと言ってる。道郎くんと。これ、道郎くんのプレゼントなの。なんか古道具屋で見とれちゃったんだって。で、勢いで買ってきたって。すごいって感心してたらくれるって。多分もうその頃は決めてたんだと思う。向こうの高校に行くこと。こういう時計は止めちゃダメなんだって。動かし続けていないと壊れちゃう。
ヘタッピ。別にいいけど、興味あるの？どれくらい？なんだ。始める人は多いんだけど、長続きする人は少ないんだよね。なんで長続きしないかわかる？バンドを組まないからよ。あ、私九条弥生。軽音楽部所属。バンドやってます。ちなみにそれは私のギター。また暇があったら見に来てよ。今日は私しかいないけど、いつもはあと二人いるから。なんだけど、わからない？アンプに繋いでないから、音小さいかな。いいの！私はボーカルだから！できればいいの。